はい、皆さんこんにちは。ただいまナップスパトロール、久しぶりのナップスのパトロールですね。ゴールデンウィークを明けて、はい、天気悪いと思ってたんですけどね、なんか今日いい天気ですよ。ゴールデンウィークはね、どこも行かずというか、バイク乗らなかったんですよ。だからいろんな方の動画、ツーリング動画だったり、楽しまさせていただきましたよ。ありがとうございます。雪の回廊を行かれたりね、してる方、も結構いらっしゃって、いやいいっすね、ああいうところをねバイクで走って、ツーリングするっていうのは最高っすよね。はい、指をくわえて私は見てましたと、はい、いうことですね。そう、それでその間何やってたかっていうとね、バイクメンテナンスしてましたよ。私の場合、乗るのももちろん好きだし楽しいんですけど、バイクねいじるのも悪くないタイプなんで、この S の方はね、豊橋四日市ツーリング行ってからほとんど触ってなかったんですよね。メンテナンス、ちょこちょこやってたんですけど、でもどうしてもね SL の方にちょっとここのとこずっと鎌かけてたんで、はい、やらなきゃと思いつつね、はい、しばらくいろんなことができてなかったんで S をねじっくり触りましたよ。はい、そのテストというか、いきなりねいろんなことをやって、箱根に行くのもなんなんで、近所をちょっとテストカタカタパトロールと、はい、いうことですね。いや最高っすね、やっぱりね S はね、 ZRX 最高っすよ本当に。でナップスのサチューラをね、でちょっとコーヒー飲んで、いつものところですよテストできてフロット来るのでね、いつもここと、はい、この辺でいっか。傾いちゃうんだよね。よいしょ。コーヒー買ってくるの忘れちゃった。さっき飲んだけど。はい。我が ZRX1200S の勇姿でございます。動画の本数的にやっぱりなんか最近 SL の方が多くなっちゃってね、林道行ってる動画が多いんで、ZRX でね登録していただいた方は申し訳ないんですけど、久しぶりにちょっとじっくり映しときますか。でね、この休み中にやったこと、はい、ですね、まず最初にこれですね。私この、ブレーキマスターとクラッチマスターはベルリン側のラジアルブレーキマスターとクラッチマスターに変えてるんですけど、ベルリン側のこの盤上のとこってね、この真上についてるんですよね。でこのチタンのエアフリー盤上に変えました。もうこれ買ってからもう多分2年3年ぐらい経ってんのかな。やる詐欺で、はい、やっとやりましたね。はい、こっちがブレーキ、そしてこっち側が
クラッチですね。はい。まあこの、AFRE の盤上に変えることによって、まあキャリパーね外した時とか、うん、まあこういうホース類変えた時にね、エア抜きが楽になるんですよ。ここね、ここに普通のバンジョーだとエア抜けないんですよ。だから緩めてこの、ワッシャーの間からねエアを出して締めるっていうことをやんなきゃいけないんで、まあこれについたんでね、はい、楽になりました。それからこのマスターのカップのねこのホースもうカチカチだったんで、これブレンボのやつかな、うん、変えました。はいですね、向こう側もねクラッチも、はい。それから前後のキャリパーのね、はい、メンテナンスバッチリしましたよ。前で後ろね、はい。でパッドメン取りして綺麗にしてメンテナンスしてということですね。まあ全然タッチが違うんでね、うん、まあこのトキコのシックスポットはまあ世間的には不評なんですけど、ちゃんとねメンテナンスしてれば、まあピストンは均等には出ないですけど、そんなにね悪いキャリパーじゃないんですよ。ちゃんとねメンテナンスさえしておけば、はい。おでね、これ前もどっかで言ったかな、これ05年ぐらいの 1200R のこの黒なんですよ。これね S はもともとゴールドなんですけど、これブラックのやつに変えてるんですけど、04年だったかな。それでこれ要はここから入って向こう側とこっち側で割れるんですけど、ここからブレーキフルードが入って05年か06年のやつ、はですねこっち側要は下側に通路がないんですよ。うん、形は一緒なんですけどね、はい。だからここまで行って戻ってきて向こう側に入ってっていう形なんですね。でまあ、ここからエアが抜けるんですけど、まあこれはねここにこっち側にもね、連結の穴が開いているんですよね。だからこっちから入ってこっちから出てくるというパターンですね。だから部品オーバーホールの時に部品頼む時に05年とか06年でちょっとすいません年式覚えてないんですけど、で頼むと割った時の中のオーリングが1個しか入らないんですよね。うん、そこ注意が必要ですね。そう、それとこれアクティブの、ブレーキホースなんですけど、これブラックタイプ、私ほらブラックが好きなんでブラックタイプにしてるんですけど、これねこう塗装なんですよ。でこの盤上ボルトとかもこの要は単体で塗装してるんで、これもそうですけどね、フルードでこの塗装がねこうテロテロにこう要は剥離剤使ったみたいにペロンペロンに剥がれてきてこの中に入るんですよ。うんね、これねちょっと考えてもらった方がいいと思うんですよね。そう、一回キャリパーオーバーホールした時に中にゴミが入ってて黒い、うん、ふよふよ浮いてて、なんだろうなんだろうなんでこんなとこに入るんだろうと思ってたら、このバンジョーとかこのあれの塗装なんですね。うん、ちょっといかがなものかと思うんですけど、まあこの黒いタイプのね検討されている方がいらっしゃったらちょっと注意された方がいいと思います。はい、それから何やったっけ、あとオイル変えました。はい、フィルターもね変えて、そして一番手間のかかったこのいただいたねとある方からいただいたカーボンのアンダーカウル、これ ATEC なんですけど、まあこれの前同じ ATEC のね
FRP のやつを、はい、つけてたんですけど、これいただいたんですよ。ありがとうございます。で、まあ同じ ZRX についてたんですけど、やっぱり、その方はね、マフラーとかが変わってたりするので、まあこういう当たる部分、干渉する部分がね、全然、こう違うんですよ。で、この ATEC のアンダーカウル自体は、まあノーマルマフラーに合わせてやっているので、まあこれ私、吉村の古駅なんですけど、当たるんですよ。ね、ここ、こんなにもうちょっと映る。これ写真あるんでちょっと見てくださいね。結構ね、削らないと当たるんですよね。うん。ここと集合部分の前と、あとこの後ろね。うん、で、ここ削ってるんですけど、ギリギリですね。これ焦げますね。もうちょっと削んないとダメかもしれないですね。うん。だからこれ、ここ、前の方のマフラーはこう出てたんですよね。うん。で、ここ削っちゃおうかと思ったんですけど、なんかアクセントでこういうのも面白いかなと思って、はい。こんな風に削ってます。ベルトサンダーで、はい。行きましたね。ダイヤモンドカッターで、はい、あらかた切ってから、ベルトサンダーで、少しずつ、つけては外し、つけては外しで、微調整で、開けていきました。結構ね、手間かかるんですよ。ここのステーがあるんですけど、このステーと、この穴を合わせたりですね、うん、ちょうどここ合うような形、もうこれ今ゴム貼ってますけど、ここが微妙なんですよね。うん、まあ、このステーはね、付属の。で、それと、この下側の、干渉する部分をね、こう微調整しながら開けるのがね、結構、手間かかるんですよ。はい。まあ、前の FRP のやつも、グレーというかね、うん。忍者の GPZ900R の、グレー、みたいな色に塗ってたんで、まあ見た目、パッと見はね、あんまりこう変わらないですけど、カーボンの柄が出ていてね、うん、締まって見えるかな。あと何やったっけ、そんなもんか。まああと汚れてたね、車体周り綺麗に拭きましたよ。まあ私洗車しないんで、ほとんどね、水拭きで拭いてシリコンスプレーだとか、うん、そういうことなんで、それでブラシを使ってね、うん、まあこういうところも錆びてるもしますけど、なんかね、こう100均で売ってるブラシでね、ワイヤーブラシみたいなんでシリコンスプレーかけて、はい、磨いてます。どっかな。まああとちょっとまだ作業が残ってるのがやりたいのがね、あとプラグ交換なんですよね。うん、まあ別に作業工程的には大したことないんですけど、まあプラグ変えようかな、うん、と思ってます。ちょっと今とある外国製のプラグがついてるんですけど、これ純正に戻しますね。 NGK の CRQEK に戻します。はい。まあそれに伴ってね、タンク外したりするんで、中もちょっと磨こうかなと思ってます。だからその辺まではね、ゴールデンウィーク中にやりたかったんですけど、ちょっと終わりませんでした、やっぱりね。うん、こう立ったり座ったりだとね、腰痛くなっちゃって、ちょっと難儀したんで途中でやめました。はい。久しぶりに S ですよ。まあ途中でね、こう編集の段階で画像を混ぜたりしながらやりますけどね。いやいやいや、やっぱり S いいな。まあ世間的にはね、人気のなかったバイクだし、まあこれが出た当時2001年、はい、2001年はですね、まだ高速道路の2人乗りが解禁される前だったんですよね。うん、で前も言いましたけど、どうしても ZRX っていうとね、ビキニカールがついたローソンレプリカがかっこいいと思ったり欲しいと思うから ZRX を選ぶっていう方がほとんどなんですよ。まあ今でも多分そうだと思うんですけど、
まあ川崎としてはこれを海外でも人気が出るんじゃないかということで、2001年に1200にねモデルチェンジした時に大々的にこれ前面に押し出したんですけど、まあその思惑とは裏腹に全く売れなかったですよね。まああの04年、2004年か2005年ぐらいでしたっけね、高速道路の2人乗り解禁になったのが、まあその後に出ていればもしかしたらもう少し人気になったのかもしれないですけどね。だからちょうどそのタイミングで出たのが、ホンダの CB1300 のスーパーボールドール SB なんですよね。あれはバカ売れしましたもんね。まあ細かく言うと同じハーフカウルでも作り的にねやっぱりホンダの方がいいんですよ。ホンダはね SB はねここに鍵付きの小物入れがついてたりするんですよね。俺もこれ S 買った時になんでここに小物入れがついてないんだろうと思いましたけど、まあそういうところはあるんですけどね。だからそんな背景もあってこの S はほとんど売れなかったんですよ。でしかも01年は綺麗なブルーだったんですけど、02、03と2年連続このシルバーなんですよね。で、まあ、当時もう今となっては私このシルバーすごく気に入ってるんですけど、まあ、当時はねブルーからするとちょっとこうおじさん臭い感じがしたんじゃないかな。で04の最終型になって赤になったんですよね。いやまあこれにもうね20年乗ってますからね、もう私はこれ以外は考えられないっていうか、周りの人のイメージも多分私はもうこれ以外は乗っちゃいけないっていう雰囲気だと思うんですよね。はい、まあ久しぶりに、ZRX1200S を写して動画にしてみましたということですね。はい、まあテスト方々出てきたんですけど、はい、まあ、ZRX でね、登録していただいた方も、まあ、こうやってちょこちょこなるべく均等に動画を出そうと思ってるんですけど、はい、SL の方が多くなっちゃったり S が続いたりっていうねちょっとムラがあるかもしれませんけど、まあもしよろしければねまた遊びに来ていただければと思います。はい、最後までご視聴いただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。それでは。